ヤギ座の人々はその実用的で堅実な性格から山のように強いとも言われます。彼らは目標に向かって着実に進むことで知られ、その過程で見せる忍耐力と決断力は他の星座の人々をしばしば驚かせます。ではヤギ座の人々の特徴をいくつか見てみましょう。1. 野心的。ヤギ座の人々は非常に野心的で、自分のキャリアや目標に対して高い志を持っています。彼らは成功への階段を一歩一歩確実に登っていくことを恐れません。2. 実用的。彼らは非常に実用的で、理想よりも現実を重視します。物事を現実的な視点で見ることで、彼らは長期的な計画を立て、それを実行に移すことができます。3. 忍耐強いヤギ座の人々は、目標を達成するために必要な限り忍耐強く努力を続けることができます。彼らは短期的な挫折に動じることなく、最終的な成功のために働き続けます。4. 責任感が強く、自分の行動に対して深い責任を感じます。これは仕事だけでなく、個人的な関係においても同様です。5. 慎重。ヤギ座の人々は慎重で、リスクを冒すよりも安全な道を選ぶことが多いです。しかし、必要とあらば大胆な決断を下すこともできます。これらの特徴は、ヤギ座の人々がどのように日々の生活や挑戦に取り組むかを示しています。彼らはしばしばリーダーシップの役割を果たし、その堅実なアプローチは多くの人々に信頼されています。ヤギ座の人々との関係を築く際には、これらの特徴を理解し尊重することが大切です。彼らの忍耐と努力を支え、共に成長していくことができるでしょう。ヤギ座の人々はその堅実な性格と実用的なアプローチで、多くの分野で成功を収めています。例えばビジネスの世界では、彼らの野心的な姿勢と責任感の強さが彼らを優れたリーダーにしています。彼らはチームをまとめ、目標に向かって導く能力を持っており、その結果、多くのヤギ座の人々が経営者や管理職に就くことが多いです。またヤギ座の人々は、自分たちの忍耐力を生かして芸術や学問の分野でも成果を上げています。彼らは長期的な視点を持ち、一つのプロジェクトに集中して取り組むことができるため、研究者や芸術家としても成功しています。彼らの作品や研究は、しばしば深い洞察力と緻密な計画に基づいており、多くの人々に影響を与えています。ヤギ座の人々は、個人的な関係においても、その責任感と慎重な姿勢を大切にしています。彼らは友人や家族に対して非常に忠実であり、信頼できるパートナーです。彼らは関係を長期にわたって突き上げることを重視し、その過程で深い絆を育んでいます。しかし、ヤギ座の人々が時に直面する課題もあります。彼らの実用的な性格が、時には創造性や柔軟性を欠くことにつながることがあります。また彼らの野心が高すぎると、周囲の人々とのバランスを取ることが難しくなることもあります。これらの課題に対処するためには、ヤギ座の人々は自分たちの強みを生かしつつ、他の星座の人々から学ぶことが重要です。例えばアクエリアスの人々の創造性や双子座の人々のコミュニケーション能力は、ヤギ座の人々にとって有益な学びとなるでしょう。またサジタリアスの人々の冒険心やレオの人々の情熱も、ヤギ座の人々が自分たちの視野を広げるのに役立つかもしれません。最終的に、ヤギ座の人々は自分たちの特徴を理解し、それを最大限に生かすことで、どのような分野でも成功を収めることができます。彼らの堅実なアプローチと忍耐力は、多くの人々にとっての手本となり、ヤギ座の人々自身も自分たちの努力が実を結ぶのを見ることができるでしょう。ヤギ座の人々のこれからの活躍に期待しましょう。